はい皆さんこんばんは。本日もディビジョン2楽しんでいきたいなと思います。やっていきましょうか。いや、どう過ごしてでしょうか、皆さんは。ディビジョン楽しんでいるでしょうか。いや、楽しいっすもね。いや、楽しい <laughs> で。本日もね、やっていきましょう。いいね。 いや CC マンが優秀すぎるわこれはいで本日はサブマシンガン持ってきましたサブマシンガン面白いっすよねもう出てくるかお前がで私のね <laughs> <いた> <laughs> 大好きなサブマシンガンこちら うん、AUG の A3 パーラーってやつですね。うん、こちらの方を持ってきました。でタレントは、ま、最近流行りのフラットラインを持ってきました。フラットラインやっぱ使いやすいっすよね。うん、大好きだ私。いいよっこしちゃった。リンク済みの モッドがつくんならもうフラットラインを入れた方が火力の方は安定するかなっていう感じですよねよいしょっといいねでそれに私本日はねハンターズ・フューリーを4つつけてあとリッチウェイ・プライドはい リッチウェイプライドと、あとソコロフのクリーピングデスですね。あ、いいひどい、こいつ。まあ、これでね、本日は、あまあ、手を出血させながら、まあ、回復しながらね、出血をば,ばらまきながらですね。こんな感じですよね。で混乱させつつ、まあ、超接近戦で、超接近戦でもないかな。 うん。でね、えー、戦っていきたいなと思います。ちょっとみんなの邪魔にならんようにね、気を使いながらね、やっていこうな、かなと思います。あ、クリーピングですでね、出血がばらまかれるんで、すげえ戦いやすいですね。あ、うめえ。 い,い感じですねでサディストそうですよ、ね、フラットラインじゃなくてサディストの方が、まあ、火力はねあの出るんですがサディストをつけてしまうと出血している敵にしか、まあ、ダメージが入らないということなんでね、まあ、フラットラインだと、まあ、少し離れた敵。 でもそれなりにね、えーまあ、ダメージは出せるんで、まあ、フラットラインの方が使いやすいのかなと思います、まあ、サディストとダメージ比べたんですがそんなにねそんなに変わ,ら変わらなかったですね、うん、多少だったような気がしますさあ出血も入,入れて 最高だね。<laughs> 一、一、もう打尽やな、これ。うん。もはやね、えー、盾もいらなかったかいるわ。いるわ、やっぱ。それは言いすぎた。<laughs> 盾もいら,いらないんじゃねえかと言おうとしたんですけど、危なかった。ナイスナイス。いや、でかいやつ来たな。 まなので、フラットラインの方が全然強いのかなと思います。使いやすさ、あ合わせてね。さあ、5後行こう。ここは下へ行きましょうか。うん、どっちみち下に降りるということなんで、混乱させて、リロードして。いや、この AUG がね、すーげえ火力が高い武器で、やばいな、こっち。 ナイスあそこのポンポングレネードもやばいがちょっとこ,こっちは押さえとこうかまずいてくるかナイスよいしょいやこんなしくねさらにね最近あのアップグレードうん マスターランクアップグレードが追加されたんでね、まあ、それでさらにね、えーまあ、20%までかな、まあ、強化できるっていうことなんで、もともと基礎ダメージの高いサブマシンガンとか、まあ、ショットガンとかはすげえ恩恵でかいですよね。まあ、その分、青をそうですね1つ入れるか、まあ、純粋に、ねえー、火力を の伸ばすすかって感じですねここら辺の距離からでも、うん、フラットラインだと火力が出るんでねそれを考えると、まあ、サディストよりは使いやすいのかなと思います、まあ、個人的な意見ですけどねよいショットナイスー さあ最後だね。いや、早い。これは早すぎるかショーサッオッケー無事クリアかなーーの中であい、無事クリアできました。あありがとうございます。 ありがとうございました。じじい。じじい押しとこう。じじい。はい、ということなんで見ていきましょうか。はいあ。結構火力は出ますよね。ちょっとゴリ押ししたところもあるんですが。いいんじゃないでしょうか。うん。与えたスキルダメージっていうやつが、これは出血ダメージですね。1 2, 3, 4, 5, 6,、2、3、4、5、6、7。3700万。3700万。うん。 3,700万があの出血ダメージ、まあ、入ってますよってことですね。で、回復数。これがリッジウェイの回復ですよね。まあ、これも3,000万。1,2,3,4,5,6,7,3,000万。3,700万。まあ、リッジウェイプライドで回復してますよってやつですね。こう見ると結構回復してますよね。うん。まあ、良、まあ、きかなって感じですね。 あとはクリリスがちょっと低いなっていう感じっすよね。これ、クリリス上げたんですが、どうしてもこういう数字になってしまいますね、毎回。これ何かあるのかなはい。まあまあまあ。よしとしましょうか。うん。で、本日はのビルドはこんな感じですね。シグネチャーがいつも通り、こっち、テクニシャンですね。これはまあリンク済みの こちらですねリンク済みのレーザーポインターがつくんで、こちらの方を選んでおります。うん。またクリリッツかな。で、こちらはクリダム入れてますね。これクリリッツ入れてもいいんですけど、これ出せんすよね。<laughs> いや、aug に関しては、まあ絶対こんな感じこん。もうサプレッサーいらない。はい。 これも数字が何だろうが、悪かろうが、悪くなかろうが、心はね、ここはね、えー、サプレッサーよりもこっちの方がかっこいいと思います。私、まあ、個人的になんですけどね。<laughs> はい。ね、ハンターズ・フューリーですね。ハンターズ・フューリーはやっぱ強いですね。やっぱ強かった。うん。はい。まあ、混乱もするし、まあ、武器ダメージがね、最大25%アップするんでね。 まあ、ちなみにねこ、こちらですね、20%増幅させるデバフを与えるということで、いや、すげえ強いですよね。うん。それに、こ,こちら、リッジベイプライドですよね。こちらの方も15メートル、ハンターズ・フューリー同様に15メートル以内で出血させるということなんで、まあ、出血の数に応じて3から48%回復しますよと、まあ。これをね、こちらのクリーピング、ソコロフのクリーピングですで、まあ、広げてね、 ま回復しながら、ああ、コーナーさせながら、まあ、やってくるって感じですよね。うん。なので、青2の赤4か。で、やってきました。まあ、多少やっぱ、アーマーがないときつかったんでね。私、6、赤森6でやったんですが、やっぱ安定はしなかったですね。強いのは強かったですけど。まあ、縦持ってたんでね。まあ、縦クラスもテクニシャン合わせて3になるんでね。 ま、多少ちょっとやっぱアーマーがないと、まあ、きついのかなっていう感じでした。はい。ステータスの方はこんな感じですね。クリー率54のクリーダメが146%になっておりますね。はい。あと何でしょうかね。あの、こちらですよね。この MP5 の ST ってやつ。うん。こちらの方も、あの、テクニシャンのリンク済みレーザーポイントがつくんでね。 まあこちらの方もすごく使っていて面白かったです。私ちょっとね、オプティミストになってるんですが、あの、800レートがあるんでね、もしかしたら、あの、何、えー、でしたっけ、ハートブレーカーか。うん、ハートブレーカーと合わせて、あの、ハンターズ・フューリーじゃなくて、ハートブレーカーにするのなら、こちら。 MP5 の ST ってやつをつけた方がいいですよね、まあ。レート早いんですぐ、バフムの方も溜まるということなんで。うん。で、こちらはね、AUG はね、725しかないんで、こちらで私、ハートブレーカーでやってみたんですけど、なかなか溜まらなかったですね。うん。溜まりづらかったです。ボディの方は、まあ、リッジウェイプライドだったんで、50しか、まあ、溜めなくてもよかったんですが、 やっぱりね、800ぐらいないときついのかなっていう感じで、えー、ありましたね。はい。身はかっこいいですね、これ。<laughs> これ、かっこいいですね <laughs>、うん。この、なんていうのレーザーポインターがね、ちょっと斜めについてるんだね。斜めについてる。もうこれが、かっこいいかダサいかっていうと、まあ、かっこいいんじゃないでしょうか。<laughs> そういうことにしておきましょう。うん、いやー、フラットラインやっぱ強いですよね。このフラットラインってやつですね。で、今回はね、この AUGA3 パラ、まあ、XS ってやつですね。まあ、こちらの方にフラットラインを乗せてやってきました。フラットラインはね、パルス済みの敵への武器ダメージが15%増幅しますよっていうことなんで、あの、レーザー、えー、リンク済みレーザーポイントを乗せてね。 やっておりますいやサディストもやっぱサディストだとね20%になるんですよね20%になるんですけど出血した敵オンリーになってしまうんでねフラットラインだと例えばまあブラックタスクのロボットですねまあロボットたちが出てきたとしてもそれなりにね火力は出るんで、まあ、出血はしないんですが、まあ、フラットライン 反対でも全然強いんでね。まあ全然戦えるのかなと言ったところで、まあフラットラインの方がおすすめですよね。うん。だから、リング済みがつくのなら、まあフラットライン、タレントフラットラインでいいのかなっていう感じで最近私は思っております。やっておりますね。はい。うん。ということなんで。いやー、かっこよかった。AUG。まあ非常にね、 あのおすすめの10になっております。なので、私もこのマスター、マイスター,ーランクをね、10まで上げております。はい。まあ、最大20まで上がるということなんでね、上げていきたいなと思いますので、えー、本日はここまでにしたいなと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。